泣くことも言葉にできない、愛の花びら病んど悲さんど、君がいなくて苦しい時に、君がいなくて寂しい時に、愛の花びら夜露に濡れる、病んど悲さんど、病んど悲さんど、病んど悲さんど。一番自分が落ち込んでた時にこっちと出会って、あの春の風を聞いた時にすごく衝撃を受けて、それ以来ずっと聴き続けてます。で本当に今さっき安子さんがあの生で解散しますと言われているまで信じてなかったです。本当にショックです今。でもそれぞれ決めたことだし、まあ、それを信じてあのこれからも応援していこうと思ってます。本当にあと半年だけど、あの追っかけていきますので、まあ、あのすごく心に残る歌を歌い続けていってほしいと思います。はい、うちのおかげでいろんな人に出会えて自分の人生も豊かになって、こっちの中での一番の思い出がやっぱり花一善の時に安子さんが歌ったポロッと、ね、自分の先輩が休止しちゃったときに、ね、すごい思い重なって、何でも俺もできなくて、そういう時の本当すごい切なさっていうのは何も感じも変えなかったと思うんです。それはすごい ある意味で嬉しかったし、すごいそれがあるから今もずっとやってきてるし、こっちの出会えて本当に良かったし、ありがとうございます。一番やっぱり思い出残るのは、上野のワンマンは、まあね、あのサポート側としても手伝ったっていうこともあるし、まあ、すごい感動的な形が一番記憶に残ってるけど、やっぱり校長を通していろんな人たちと出会いがあって、みんなと仲良くなれたっていうのはやっぱり人生の中での宝にはなってるので、それはもう本当に人生の中でのコチはキーワードにはなってますね。僕たちの、まあ、テーマソングじゃないけどね、いつもこう歌を歌いながら、まあ、いつも目的を持ってやってるんですけれども、歌うこととは何ぞやと、まあ、問いかけながらやってる時に、まあ、まるで僕らにとってはこうお祈りするかのようにね、誰かの幸せを願うものであったり、僕らに対してね、自分自身でこう鼓舞するようなところはあると思いますけれども、そういうつもりで、まあ、書いた歌から聞いてほしいと思います。歌は祈りという歌です。歌うことは祈り、まるで祈り、昔から人は歌い続けた、空に向かい歌い、海歌い、愛する人たちを思いながら、僕なら
やっぱり君に歌う歌の先に君を見てる歌よ歌よ届いておくれそんな気持ちで祈ってる君がひどくへこんで泣いてた時気の利いた言葉もかけてやれないだから僕は歌った歌い続けた歌の先に君の笑顔を信じて僕にはやっぱり君が必要歌いながら泣きたくなる祈り祈り届いておくれそんな気持ちで歌ってる Thank you.
がね解散しちゃうっていうのがとても残念でございます。もう一回考え出さないって思うくらいなんですが、まあ二人が決めたことなんでね、これからも頑張っていきますし、なかなかともね、いろいろ出会えたし、ツーカーを出会って本当に5年間楽しかったので、本当にお礼を言いたいなと思って、ね、まあ残念ではございますが、本当にありがとうございました。高根さん、あのコチってより高根さんの第一印象は、みんなも疲れて休憩だよ、態度の悪い店員だなって、もう店の店員だと思ってたから、高根さん見た時にうわー感じ悪い人だなと思ったのが第一印象 で最初はなんかこんな感じで初めてのこう見てたんだけど、もう後半なんかもう号泣してて、もうそこからなんかのめり込んでって、もう北はあっちゃから南はこっちゃまでどこまでもついてって、なんかその解散しちゃうっていうのはこう今こう噛み締めながら一つ一つのライブをかけていこうかな。で一番ことそのここローに残ってるのは、あの友達がたくさん土地を通じてできたから、なんかイチャリバチョーデーっていう言葉がすごいなんか、やばい、あのなんでありがとう。いや本当によく本当に、なんか大人になってからの青春っていう感じで情熱を燃やして、なんかこれからはなんかあの形はなくても思い出をこうかけていこうかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとう。次の、曲もね、そういう、まあ、沖縄の悲哀というかね、沖縄を思う時にこう欠かせないこう悲しみ、まあ、歴史的な寂しさもあるしね、いろいろ一筋縄ではこう語ることができない思いっていうのはやっぱりこう歌に、なったりしますけれども、次の歌も、そういう意味で作りました、シーサーは空を見上げてたという歌を聴いてください。ワン
いろんな思い出があります。あの子だって私が来たから本当に楽しい思い出ばっかりで、ありがとうございました。悲しみ知ってるから浴びるほどの幸せを分かち合う。
明日も生きる力。
ンサートっていうかライブがすごい思い出で、やっぱり一番印象に残ってるのが私たちが出会った千葉リオ、あの歌にすごく感激して、なんかすごい癒され続けてます。なんか年関係なくっていうことで、すごい安子さんの声にもすごく癒され、すごくこれからもずっとずっと歌ってほしいです。1年半前に若菜ってこっちと出会って、でその時に、まあ、ちょっと正直仕事でちょっと行き詰まってて、初めて縛りを来た時に思わずちょっと涙が出たというか、まあ、それ以来ずっと追いかけてます。まあ、こっちに出会えた本当に会社の仲間とかみんないろんな成田とか行ってみんな騒いで遊べて、本当にいい状態でいいライブを楽しませてもらったんだけど、できたらやってほしいっていうことは言わないけど、できたら2人とも音楽を続けてほしいっていうのが僕の気持ちです。それでは一言という歌を聴いてほしいと思います。ごめん。